はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の複素数丸1をお送りします。で、ここから新しい章ですね。で、しかも複素数っていう新しいものを勉強していくんですが、ちょっと最初にですね、複素数のこのような勉強の流れというか、簡単にね、ちょっと説明させていただきたいんですけど、複素数、こうやってね、i を使った、こういうものが出てくるんですけど、まあ、高校入って初めての方がほとんどですね。で、実はですね、i ってなんだよって感じもするんですけど、問題ね、結構簡単なんです。で、次の動画とかも結構簡単なレベルからまず始めていきます。なので、こう、まあ、見る方によってはね、マジでまた簡単じゃんとか、もっと難しいのがいいんだけど、と思われる方もね、もしかしたらいるかもしれないんですが、まあ、高校に入って初めて出てくるものなので、ちょっとこう、簡単なものから丁寧にやらせてもらえたらと思っております。なので、みたいな感じもね、する方もいるかもしれないんですが、ちょっとグッとこらえてお付き合いいただけたらと嬉しいです。ね、そんな感じでよろしくお願いします。で、複素数のスタートなんですが、ポイントは特になしで問題を解きながらやっていきます。で、今回7問ですね。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、複素数。ね、で、今回次の複素数の実部。と虚部を書こうってことで、まあ、実部が何なのか、虚部が何なのかっていうのは、まずそれをね、身につけてほしいと。で、複素数っていうのは、こういう感じで i を使います。新しいね、i です。5-2i と言うんですけど、で、複素数って何とか、まあ、虚数って出てくるんですけど、虚数って何っていうところに関して、多分 i だよね。って何っていうのは、ちょっと端折ります。これは、ガウスの話とか、ちょっと歴史的なね、ところが入ってきてしまうので、まあ、それは学校先生に任せるとして、愛っていうのはこういう風に解くことができるんだ、こういう風に扱うことができるんだぐらいをね、身につけてもらえたらと思っております。で、まず実部と虚部なんですけど、ここね、色を分けますね。なんで、全部の答え、これ速攻終わるから。赤で答え、各答えが実部。で、青で各答えを虚部だと思ってください。いいかな？で、今 5-2i でしょ。これね、実部っていうのは簡単に言うと i がくっついてないやつです。で、虚部っていうのは i がくっついてる部分のこと。だから、今回5-2i に分けるんですよ。5-2i ね。で、5って i がくっついてないでしょ。だからそれ実部なの。で、5。で、i がくっついてるのが -2i。で、-2i と書くんではなくて、i にくっついてる数字です。まあ、係数みたいなもんだよね。-2 っていう。それが虚部になります。だから5-2っていうね。はい、次行きます。で、次が -7+i です。で、さっきと同じように考えると、-7 とプラス i なんです。だから、まず実部は -7。ね。で、こっち。これね、i に関しては、文字と同じように、x とかね、y と同じように考えると、1が隠れてるんです。プラス 1i って。1書かなくていいの、だから。だから、ここに書く。虚部に関しては1になります。ね。で、分数になっても特にね、こうびっくりすることもなくて、5分の -2-3i です。で、これは書き直すと、-5分の2-5分の3i ってこう書き分けることができるじゃんか。これは i に限ったことではなくて、分数でそう書けるものでしょ。だから、実部に関しては i がくっついてないこっち。だから、-5分の2となります。で、i がくっついてるのは、-5分の3i。こっちね。こっちに囲ってる方。だから、-5分の3と。こうなります。で、こっからね、ちょっとあれみたいな。i がないんだけど、みたいな感じになるんですけど、これ、-7 です。で、これどう考えればいいかっていうと、-7+0i と考えてください。いいね、0かけると i は消えるからね。って考えれば、実部は -7。で、虚部はなしではなくって、ちゃんと0と書きます。ね。で、最後。今度は 2i です。あ、普通の実部の方がないんですけど、これも0+2i なんだと。こう考えてくれれば、実部に関しては0。で、虚部に関しては2と。ね、こういう風に解くことができます。
これがまず実部と虚部、めっちゃ右に下がってるね、ごめんね。これが実部と虚部になります。で、ちなみになんですけど、一番右の 2i ってあるでしょ。で、これ i しかないやつ、あのマイナス7とかそのくっついてないやつね。 2i、 なんとか i っていうのを、これ準虚数って言います。こういうの、まあ、これなんで、ね、まあ、言葉なんで、まあね、普通にこれはそうなんだって思ってくれればいいですけど、今は実部と虚部ね、これの分け方をまず覚えましょう。で、次が、このね、次の等式。まあ、式が2個あるんだけど、等式が。これを満たす実数 xy の値を求めに行きます。で、これも超簡単です。はい。で、どうやるかっていうと、これね、今、左辺と右辺があって、まずこっち。カッコ x プラス2プラス、カッコ x マイナス7、あ、マイナス yi ですね。で、イコール5マイナス i となってます。で、これは、実部と虚部のところを比べればいいんです。で、今ちゃんと、ほにゃらら足す、ほにゃらら i になってるでしょ？まあ、上と同じような感じで。で、こっちも、ほにゃらら足すではないけど、マイナス i となってます。だから、まず、実部ってここじゃん。i がくっついてないところ。で、こっちの実部って5でしょ？なので、それが同じになるの。こうやって。5プラス2イコール5って。で、本当はね、青で書いた方が分かりやすいと思うんだけど、ちょっと色をね、ここ分けたいんで分けちゃうね。i にくっついてる、まあ、虚部の部分ね。こっちは x マイナス y です。で、こっちの虚部は1隠れてるからね、マイナス1です。だから、この2つが一致するんで、x マイナス y イコールマイナス1と。あとはこの連立解けばいいよっていう。しかもこの連立もすごい簡単で、上 y 入ってないからね。だから、これ y 入ってないんで、2を右辺に移行すれば、x イコール3って出てくるから。で、この3をこっちに入れちゃえばいい。3って入れて持ってくるとマイナス4。で、マイナス y がマイナス4なんで、解けば y が4となります。で、x は両方出てきたでしょ？だからこれで終了です。まあ一応答えね、わかりやすくこう書いておこうか。x イコール3、y イコール4と。ね、こうやって解くだけです。で、右側、7番の問題も全く同じ。カッコ x プラス 2y プラスカッコ x マイナス 6i イコール0と。で、あれイコール0なんですけどって感じもするんですが、さっきと同じように考えると無理やり作ります。で、0でしょ。だから0プラス 0i って考えればいい。イメージとしては。だから、あとは比べるだけ。実部の部分がこことここなので x プラス 2y イコール0です。で、虚部の部分 x マイナス6と0でしょ。だからそれ同じになるから x マイナス6イコール0。あとはこの連立解こうぜっていう。で、さっきと同じで、これあれ y ないんだけどってね、ちょっとあの戸惑うことなくこれを右側に持ってくれば x イコール6で先に出るから。で、あとはここに6を入れて持ってきて計算すれば y はマイナス3ってわかるから。で、両方出てきたので x イコール6 y イコールマイナス3とね、こんな感じでぜひ解いてみてください。ちょっと右上がったね、今度はね。いいかな。では、今回は高校数学数2の複素数丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、まあね、この複素数結構シリーズで続けるつもりなので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。